淳のワイルドでいこう。佐藤淳でございます。こんばんは。エスケさんでございます。はい、先月は失礼いたしました。え、あ、そうか。あ、一人も楽しかったよね、久しぶりに。好き放題やとったね、うん。あ、すいません、日曜日お誘いいただいたらいけませんで。いいいい、大丈夫ですよ、はい。バイクでどちらまで行ってらっしゃったんですか。トヨタから新城に抜けて、でぐるーっと一回りして帰ってきましたね。そんな焼けてないね。うん、そんな、あの、やっぱ途中で、あのトヨタの方で山に入ったら、あ、涼しいんだ。そう、涼しくて上着をやっぱ着てしまって、うん、うん、で結局新城のインターの付近に来たら、またこれが爆発くて、うん、来たり脱いだり、来たり脱いだり、あ、一緒か、そうそうそう、あ、違う。ゴールデンウィークでしたっけ、前一緒に行ったの。そう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 。思いっきり日焼けしましたからね、これ。あの日もね、結構暑かったですね、あの日ね。あ、本当だ、焼けてる。また行きましょう。また行きましょう、ぜひぜひ、はい。これからシーズンですよ、もうね。いや、俺、日焼け君に、カバンを頼まないかんと思って。ETC。ETC のバッグね、うんうん。一生懸命、設計図書きましたんで。もう、後から、LINE で、ピッて。これ作って。そうそう、送りましょう。川職人。はい、土曜日はですね、ええ、この番組にゲストも来ていただいた星ヶ丘のロックバー UK さんにお邪魔をしてきまして、はいはいはい、ティールトさんならぬトイレットさんとセブンスさんのちょっと待って、ティールトさんならぬ、ティールトさんっていうのがバンド名なんですけど、はいはい、O と E を入れるとトイレットってなるんですよ。あ、で、まあ、ボーカルさんとギターさんだけが、あ、アコギのユニットをやるときは、まあ、ティルトではない、トイレット、トイレット、なるほどね。なんとも言えない。UK ロックバーさんの、はい、入り口のとこにトイレがあるんですけど、はいはいはい、そこ札でトイレットって書いてあって、もう気になってしょうがなかったんだけど。あ、なるほどね。はい、総勢何でしょう、20曲以上やられたんじゃないでしょうか。はあ、セットでね、あのティルトさんが登場して、はいはいはい、トイレットさんが登場して、はいはい、でセブンスさんに交代とかじゃなくて、もう4人で出てこられて、ああ、そういう形でね、4人で、まあ、お互いの曲もやり合いながら、トイレットトイレットさん楽しかったっすよ。はい、えってことは、やる曲は基本的にはティルトの曲を中心にやるみたいな。ね、トイレットさんでいつもやってる曲があるので、まあ、ティルトさんの曲なんですけど。なるほど、そういう、あとはカバーなんかも混ぜ込んだりとか。あ、お誕生日の方もいらっしゃったのかな、はいはいはい、まあ、ファンの方もたくさん押し寄せてらっしゃったんで、楽しい一夜となりました。12時過ぎまで、あら、飲んでて、はあ、帰り終電なくなって、まあ当然そうなりますよね、うん、僕中区なんですけど、はい、タクシーだけ結構かかったって。はい、またね、もう12時半とか1時とかになるとね、うん、タクシー捕まんないんだよ。確かに、ほらね、週末でしょ、しかもだって、うん、そりゃ無理でしょう。駅の方まで、うんうんうん、歩く途中でなんとか拾えましたけど、うん、なるほど、楽しいライブを見てまいりました。僕オムライス食べたんですけど、この店で、はい、はいはいはい、あのセブンスさんと一緒に来ていただいたマーヤンさんという人が、まあ、バーのオーナーさん、 UK さんのオーナーさんなんですけど、はいはい、店長だっけ、オーナーでいいんだよね。特製のカレーが売られていて、うーん、あれが大人気のようで、早く行ってくれ、オムライス頼んじゃった。いや、もうライブ直前に、はいはいはい、ちょっと俺なんか食べとこうかなってパパ来たんで、オムライスだったらすぐできる、何でするよろしくって言ってたんだけど、はいはい、後からよくメニュー見たらカレーが、カレーがおすすめみたいな、おすすめみたいな、高いんですよカレー、1300円か1200円かな、間違ってたらごめんなさい。いや、だけど食べてた人いたけど、めっちゃうまそうだった。次行ったらあれ食わないかみたいな。なるほどね。そんな飲んでもよし食べてもよしのロックバー UK さんで、トイレットさんとセブンスさんのライブを見てまいりましたんで、トイレットさんもそしてセブンスさんも、はい、
またお邪魔したいと言ってらっしゃいましたので、あ、ぜひぜひ、はい、来ていただいて、7月8月ぐらいですかね、あ、いいと思いますよ、また、はい、あのそれぞれお越しいただけると思いますので、それはまた楽しみにしていただければと思います、はい、そうですね、まあ、バイクの乗れてよかったですねっていう話でしたけど、今日朝から一日雨なので、そうですね、はい、僕朝から予定が今日潰れましてですね、あ、そうですか、今日あのミツバチやるはずだったんですよ、あ、はい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 、本当は、あ、まあさすがにこの天気ではもう、ね、そうですね、なんともかんとも、まあ昨日の夜中の時点で明日結構雨、うん、50%、 50% だけど降るよっていう話、はいはいはい、あ、でもやめようって朝早く起きるの大変はい、皆さんのお仕事前に寄っていただいて屋上上がって、はいはい、もうこれから大変なんですよ、屋上で汗だくになるから、やっぱ今からの時期、これからですね、ですよね、やっぱね、はい、ガンガン蜂蜜絞って、うん、もう春の間に大体その貯めておいてくれてるわけですね、そうそうそう、今どんどんね群が増えまくっていて、うん、分かんないですよね、巣箱2階建てにするんですよ、2層にするってことですか、蜂の巣箱、はい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 、子供が増えたんで一部屋作ろうかとかっていう感じで、あ、そういう増築でね、そう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 、なるほどね、群をどんどん増やすにはお、やっぱり、まあ、どうでもいいですけどこんな話なんで蜂の話して、いやいや聞きたい、あ、今朝ね、今朝、うんうん、それ作業できなかったっていう話ね、はいはい、そうそう、あの六角形のなんていうんですか、うん、うん、分かりますよ、ハニカム構造の中に蜂蜜をいっぱいどんどん溜め込むじゃないですか、はいはい、どう開けてるかは別にしてですね、あそこに卵を産むわけですよ、女王様が、うんうんうん、そうすると蜂の子がいっぱい出てくるじゃないですか、はいはいはい、働き蜂になりますよね、はい、なりますね、蜂蜜だらけになっちゃうと巣箱の中が、はいはい、箱の中限定されてるのでスペースが、はいはい、蜂蜜がパンパンになっちゃうと女王様が、まあ、簡単に言うと産むところがなくなるわけですよ、ああなるほどね、なので巣箱の中のバランスをちょっと保ってあげなきゃいけない、はあ、でも逆に、まあ、働き蜂は1ヶ月ぐらいしかざっくり生きないので、女王様は毎日何百個卵を飲んだっていうぐらいのペースで産んでるんですけど、なので、蜂蜜がよく取れるように、2階建てにして、簡単に言うとですね、女王蜂ちょっと一回り大きいので、あ、大きいですよね、あれね、女王蜂だけが2階に上がれない仕組みになっていて、お、網が張ってあっ てそこ通れないっていう、ね、女王蜂だけが通れない、なで働き蜂はまあ通れちゃうので、うんうん、2階にはですね卵が一切生まれないわけですよ、はいはいはい、はい、そうすると2階は全部蜂蜜が詰まってる、なるほどね、で1階は卵が産卵場として用意されていて、で上が要は仕事場になってるわけですね、そうそうそう、なるほどね、そうすると2階の部分だけがスイタを取って絞る、はいはいはい、なるほどね、簡単に言うとですね、はいはい、まあ、そううまくもいかないんですけど、うんうん、で1階の部分から蜂蜜が多いものも絞れるんですけど、はいはい、卵が半分ついてたりとかすると、はい、絞るともうそれ全部さよならじゃないですか、もうですね、なので、まあ、それちょっとかわいそうだなと思います、あ、なるほど、ね、っていう巣箱の中の状況をなんとなくこう環境を整えてあげるみたいなことをしょっちゅうやっているんです、結構手間がかかる、結構かかるよ、ね、ほんとかかる、うん、誰も知らないと思うけどね、やってないだろうか、ね、話し飼いじゃないですか、まあ基本ね、うん、犬みたいに鎖につないだりとかできてるし餌もやんなくていいんでしょみたいな、うん、猫のトイレ掃除みたいなしなくていいんでしょみたいな、はいはいはい、そういう、ね、イメージだと思うんですけど、うん、イメージもないか、どうやって飼ってんだみたいな、そうそう、そもそもね飼うってどうすんのみたいなね、飼ってますよ、かわいいっすよ、でも、なるほど、ね、だから1ヶ月しか生きないっていうのもね、働き蜂よ ね、うん、で1ヶ月の間に、あ、これ、まあ、先に1ヶ月の寿命って言っちゃったからいかんだけど、はいはいはい、1匹のミツバチが一生かかって、うん、まあ、ティースプーン、ちっちゃいスプーンね、うん、1杯ぐらいの蜂蜜を採取すると、採取する、取ってくるんですよ、集めてくる、え、ティースプーン1杯ですかってなるじゃないですか、いやだけどあの体で、そうそうそう、集めてくるからね、そう、じゃあどれくらい生きると思いますかって言った時に、うん、誰も 2,3 週間で死ぬと思ってない、いやそれはそうでしょうね、でもあそこに箱の中に1万匹ぐらいいて
それがティースプーン一杯うじゃうじゃ持ってくるわけ、うんうん、だからスプーン1万杯ってことでしょ。そうそうそう。だけどまあ変なし、まあ、1ヶ月の寿命だとするとよ、はいはいはい、1ヶ月の寿命だとすると4月に飛んでた子たちはもういないわけ。もういないですね。ほらだから1万匹が1ヶ月入れ替わってるっていう、のお嬢王が全部産んでるってすごいよね。はあ、そのこれまた変な話になっちゃうんだけど、はいはい、そのお亡くなりになるそのハチさんたちは、はいはい、一体どこでそのあの力尽きてどっかで死んでくるんじゃないですか。いやまあだけどあの本当にあのいや、もしかしたらねその実は巣箱の底がもう疲れ果てたやつらでいるよ、うん、とかねいろいろ今ちょっと思っちゃったりしたんですけど。掃除好きなんですよミツバチさんたち、うん、自分たちの巣箱の中をきれいにしようとするので、はいはいはい、蜂の巣箱の中に蜂のまあ死骸がいたとすると、はいはい、引っ張って外出しちゃいます、ね。もっと言うと、まあ、奪捨て山って言った言葉悪いですけど、もう弱ってくる寿命を間近にミツバチいるじゃないですか、うんうん、外出しちゃいます。もう追い出されてしまう、うん、なんだろうこうシューッとこう UFO キャッチャーのように外連れてってくるっていういや本当本当なかなか過酷な過酷ですよ、ね、過酷な世界ですよ。それは過酷ですよ本当に。で、あのよく刺したら死ぬっていうじゃないですか、うんうんうん、蜂自体が、うん、つまり死ぬ気で刺してるってことなんですけど。ああそういう意味でね蜂はね、はい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 、でもその、うん、まあアリとかも同じ世界だと思うんですけど、うん、その自分が死ぬかどうかとかそういうことあんまり考えてないはずなんですよ、うん、それはそうでしょう。で軍を守るためにその巣を守るために、うんうん、自分自ら死に至るっていう考えてないでしょうね。何も、ね、何も考えてないでしょうね、うん、本能のままでしょうね。それ痛いとかそういうのないんだろうね、うん、刺されたこっちはめっちゃ痛いけどね。めっちゃ痛いですよね、うんうん、蜂なんか刺されても大丈夫って言うじゃないですか。ミツバチ刺されてもいやあれ結構痛いっすよ。痛いっすよ結構。でね、こうまぶたとか唇とかやれたら最悪のパターンに腫れる、うんまあ、俺そこまでになったことないですけど、はいはいはい、まあ一応蜂ですからね。昔ね小学校の時にね、うん、学校の帰りに蜂がいて、でうちの兄貴と一緒に帰ってて、だから兄貴が帽子でピッて捕まえたんですよ。ミツバチ？ミツバチをね、うん、で家に連れて帰って何すんのかなと思ったら、刺されると怖いからっつってまず針取ってで糸でくくってこうやってブーンって逃げないように飛んでも針抜いて生きてたんだ。生きてた本当しばらく。あそうなの。まあ針の抜き方にもよるのかな。うわ分かんないけどたまたまだと思うけど、あの俺らを刺しに来るミツバチ王じゃないですか、うんうん、ビーって飛びながらブチッて 刺すでしょ、はいはいはい、で針が抜けた瞬間に内臓がそのままツルって出るので、あそういうのなかった。綺麗に針だけ取れた その時、うん、まあでも生きてたっつっても半日ぐらいだったけど、まあね、うん、相当な致命傷だよね。そうだそんな針抜いたら死ぬなんてその当時知らないから、うんうん、こっちが刺されたら嫌だっていう気持ちだけでね。いやでもあの私だと私8月8日生まれそう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 、何かと8に縁があるというね。そうなんですよ今日かける曲も8曲目っていうのが何曲かどうでもいいんですけど、たまたまですよ。そうたまたまね今日ね、そんな感じですね。アルバムの中の8曲目っていうのが多いですね。そうそうそう、うん、8月8日生まれだったがゆえに、じゃあ俺8買うわって言ってしまったのがもう12、3年前。ああなるほどね。10年たった12、3年経ってないか。2010年の時にはもうやってたな。そうなんですよ、何も知らずに1年ぐらい修行して、はいはいはい、で翌年、まあ、長者町に持ってくるじゃないですか、はいはい、で最初4泊からスタートしたんですけど、春に4泊置いたら何も考えてなかったんですけど、その年なんと生物多様性コップ展っていう、うん、国際会議が名古屋で開催される年だったんです、はいはいはい、本当に俺知らなくて、知ってたよ、知ってたけどそのために買ったわけじゃないから、うんうんうん、長者町のね、なんか町づくりになればいいかなとか、バーで蜂蜜カクテル出してもらおうとか、うん、パン屋さんで蜂蜜ね混ぜたトーストトーストじゃないやパン焼いてもらおうとか、うん、ピザ屋さんにも頼んでたし、丸の内の料亭さんでカーブンさんとかでも
蜂蜜仕入れてもらって、いまだにやってもらってますけど、蜂蜜仕入れてもらって、長者町蜂蜜を使ったなんとかっていうメニューを作ってもらって、なので、まあ、なんかそういう町作りができたらいいかなと思って、面白半分でやり始めたんですけど、やろうと思ったその年に長者町に4箱持ってきてよしやるぞってやってたら、世の中とか名古屋でコップ展っていう国際会議が開かれて、はいはいはい、生物多様性とかって、挙句ミツバチがこの世にいないかもみたいな、ミツバチが軍が崩壊するとかミツバチが足りないみたいな話になって、世界中でミツバチがいない、減少する時期があって、意外と大変なんですよ、この世から蜂がいなくなったら受粉しないから。まあね、いろいろ影響あるでしょうね。もちろんタンポポみたいな、ほら風で種が飛ぶっていうのも世の中にはいっぱいあるし、うんうん、鳥が、まあ、変な話糞で運んでとか、うん、いろんな手法があるんだけど、でも蜂が受粉してるっていうのは結構な確率で、なるほどね、世の中、まあ、例えば、ビニールハウスの中でイチゴ作ったり、はいはい、なんかいろんなの作るじゃないですか、うんうん、ビニールハウスなんか必ずミツバチ飼ってますからね。なるほどね、受粉用に。蜂にとってあれは、あの、ごめんなさい、ミツバチじゃないんですよ、飼ってるのは。マルハナバチとかなんかちょっと変わった種類なんですけど。ああ、そういうのがあるんですね。まあ、まあまあミツバチですわ。ミツバチを巣箱とかビニールハウスの中で放すことによって、うんうん、蜂にとってはすごい過酷な世界に追いやられるんだけど、飛べないもんだって。あ、確かにね。実際屋上にうちも飼ってますけど、半径2キロぐらい飛ぶんですよって言いますよね、蜂ってね、うん、でもね、数百メートルのビニールの中に全部仕込められてるわけでしょ、うんうん、あの中で、まあ、いろんな作物を作ってらっしゃる方は受粉してもらうように、うんうん、受粉しないと実にならないじゃないですか、うん、もちろんもちろん。っていうことが、もし世界中でミツバチがいなくなったらどうなるねみたいなぐらい、うんうんうん、恐れられていいとか心配された時期もありましたし、なるほどね、うん、まあ、その生物多様性の話をしてた時期もあったので、きっとミツバチがいないことが大変じゃないかみたいな話があったと思うんですけど、だったので、うん、それをまあ、ミツバチだけじゃないですよ、生物多様性の、うん、国際会議はミツバチだけの話じゃないんですけど、まあ、象徴的にというか、なるほどね、ミツバチが扱われていたので、名古屋市内にですね、僕以外にも、まあ、ある、言ってもいいのかな、名古屋学院さんもやられてましたし、あ、そうですか。それから堺にですね、参考社さんと大きい広告代理店さんが名古屋にはあるんですけど、はいはいはい、そこも同時に始めて、と、まあ、長者町の僕とフューチャーされてしまって、呼ばれましたもんね、ミツバチサミットやってくれって言って、白鳥の国際会議場の中呼ばれて、やりましたよ、ミツバチサミットって言って。ミツバチサミットね、銀座ミツバチプロジェクトの人も来てらっしゃいましたし、うん、こんな話していいんですか、なんで蜂の、あ、今日雨降ったからよ、そうそうだけどもね、今ね、これちょっと言っていいかどうかあれなんだけど、はいはい、あのハウスでそのイチゴをねやってる人たちがミツバチに受粉をさせる、うん、で、あのひょっとかするとそのあれじゃないですか、そういうところってあのイチゴのあのイチゴ狩りとかやってたりするところもあったりするわけですよね、きっとね、はいはい、よく考えたらあのもうちょっと自分でいろいろやった方がいいんじゃないかな。何をどういうことどういうこと。要はあの受粉させるのは蜂にやらせるでしょ、はいはい、で食うのはあのイチゴ狩りでお客さんが勝手に食っていくわけ、はいはい、だからもうちょっとなんかあの受粉くらい自分でやったらいいんじゃないかあれ、ね、結構なんていうんですか、あの綿みたいでこうポン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 大変なのかな、大変、まあ、やってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうね、うん、だからあのごめんなさい、仕事柄って言うといかんですけどあのなんか バス旅行でイチゴ狩りとか行ったことあるんですよ、はい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 、行くじゃないですか、はいはい、そうするとあのみんなイチゴに集中してますけど、俺はあのなんだろう、ビニールハウスの隅の方に置いてあるミツバチの箱、ああなるほどねそんな感じでしたね、なるほどね、いいんですよ、もう蜂の話はこんなに喋るつもりなかったら、ね、今日も南極かけれんのっていうっていう話になってきたっていうことですよね、ちょっとまあ今日雨降ったから、まあ、朝ミツバチやらなかったんですけど雨降ったから雨の曲かけようかと思ってね、今日はねいろいろありますよ雨の曲が、よしじゃあね一
1曲目マイケルスイートレインっていう曲をかけようと思ったんですけど、やめようか。え、あ、もうかけようか。じゃあね、用意してるもんね。ごめんね、再生するだけで、ね、もうセットしちゃうんですよね。よし、 OK。 じゃあ、マイケルスイートさんでレインを聴いてもらいましょう。どうぞ。佐藤敦のワイルドでいこう。コウタンさんのノンアルが止まらない。アサヒドライゼロスパーク。アウトドアにスポーツの後にいろんな飲みたい瞬間に、ペットボトル入りノンアルコール、アサヒドライゼロスパーク。長者町第二まず。佐藤敦のワイルドでいこう。喋りすぎた。喋りすぎましたね。なかなか、いやいや、いろいろ聞いてるこっちはね、面白いんですよ。え、面白い。面白い。ハチの話。面白い。一晩中喋ってられる。本当。そう。デストロイヤーかも全く聞いたことないもんね、ハチの話ね。そうですね。佐藤敦君普段何やってんだっていう。いや、たまたま、うん、たまたま先週だったかな、あの夜中にテレビで、ね、NHK かなんかのやつで、はい、あの山で養蜂をやってる養蜂家の人のなんか番組がやってたんですよ、うんうん、で要はその人はあの山の例えばそのに咲く花、うん、に特化して、うん、あのいろんな蜂蜜を作ってるっていう、うんうんうん、そのなんかまあプロフェッショナルじゃないけど、なんかなんかだからレンゲの蜂蜜、ね、そう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 、いろんな、ね、そうそうそう、いやその人のなんか仕事っぷりを見てて、あ、面白いなこれと思って見てたんですよ、うん、あれ僕蜂になったことないんで分かりませんけど、はい、巣箱の中に、まあ、いろんな働き蜂が外に行って取ってきてじゃないですか、うんうんうん、でそ巣箱の中にある蜂蜜を取りに行く習性があって、うん、はあはあはあ、ちょっと言い方悪いですけど、はいはい、例えば色を塗ると巣板に、うん、その色の蜜を集めてこようとしたりとか、何とか分かんないですねきっとね字が書ける、字が書けるって言ったら遊ぼうと思うとできる。なるほど、ね、あ、なんか分かりますよ言ってることは。あの、うん、茶色い花粉でこうなんか印をつけるとその茶色い花粉を取りに行ったりとかってするらしくて。なるほどね。でもさっき言ったようにその、まあ、レンゲの蜂蜜じゃないですけど、うん、半径2キロぐらい、まあ、つまり、うん、3キロ四方4キロ四方の、うん、うわーっていうレンゲ畑のど真ん中に巣箱をポンって置いたら、それはレンゲの蜂蜜が取れるでしょう、うんうん、でも世の中はこうなんアカシアの蜂蜜とかいろいろ、そう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 、本当かいなとか思うんだけど、うん、だけどね、その人がねずっとその、 あの山 の、うん、あの咲いてる植物っていうのをずっと、うん、あのいろいろリサーチをずっとかけてって言って、うんうん、何年も時間かけて、うん、であのその付近で巣箱を置いて置いて、だから時期にもよるので、そうそう、ほんで季節によってっていう、蜜源が何なのかっていうのをちゃんと探索して、そう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 、その時期に入っ、まあ、咲いてる花の蜜だろうという、だから夏に桜の蜜が取れるわけなくて、それはそうですよ、春先、そう春先でしょうね、桜の蜜とか、うん、あれ面白いもんで、僕はあの屋上で蜜源が何なのかっていうことを細かくやってないんですよ、はいはいはい、蜂蜜を取るだけに集中しちゃってますけど、はい、本来だったら地域にどんな木があってどんな花が咲いていてみたいなことも、うんうん、調査しようと思えばまあできる、うんうん、花粉とかも蜂蜜もそうですけど、あの大学さんとかに持っていてお願いして調べてもらったりすると何の蜜かっていうのもちょっと調査できたりするんですよ。あ、なるほどね、まあ、そこまでやらないですけどあの面白いことに本当にあの例えば
4月に絞る蜂蜜と、はいはい、まあ、これから夏先に絞る蜂蜜と、うん、秋に絞る蜂蜜と全部色も違うし濃度も濃さもってことでやっぱ花が違うってことなんですよね。全部違う、あの蜂蜜のドロッとさ加減も違うし、うん、硬さっていうんですけど、もうツルツルでトロトロの蜂蜜もトロトロってコップに告げるような蜂蜜もあるし、全然面白い。色も違いますからね、茶色い蜂蜜でしょうね、透明な蜂蜜、もううちも、ま、混ぜ混ぜにして全部混ぜ混ぜして売っちゃう。いやだけどあの春先に一生懸命瓶詰めしたやつと、うん、秋になって瓶詰めしたやつ全然違うから見たら分かるんですよ。なるほどね、うん、あれ面白い、うん、でも飲食店さん例えば、まあ、ファズでもあのカクテル出してもらってますけど、うんうん、カクテルってほら冷たい氷で入れたらシャカシャカのシェイカーじゃないですか、溶けないんですよあの蜂蜜が。いやそれはなかなかね分離しないでしょうね。分離しないのを、まあ、うまくやってもらうためにもその硬い蜂蜜よりも柔らかくてツルツルの蜂蜜の方がいいって言って好まれたりとか、うん、飲食店さんによりますね、うん、作るその 何に使うかですよね。でもそこまでオーダー受けてませんけど、うんうん、また、いやいや、ああ、また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 飛ばす。さっきねマイケルスイートのレイン雨だったので、次はアフターザレインっていうと、はいはい、まだ雨上がってないけどさっきレインかけたから次はアフターザレインっていう曲をかけますか。ネルソンですね。懐かしいですね。知ってますよ。ほら名前だけは。本当ですか。うん、これアフターザラインという割には意外とこう爽やかな曲だったりもしますけど、続きはこれを聴いてもらいましょう。ネルソンでアフターザライン。懐かしいでしょ。懐かしい。リッキーネルソンって知る人は知る、うん、懐かしい。そう、綺麗な顔してたんだよな。そうそうそう、息子さん、そうそう、兄弟、うん、双子だよ双子ね。えマッシュとかな。うわ、これ何年ぐらいのアルバムですかね。これ90年かな。どこ書いてないんですか。ちょっとねもう字が小さくてね老眼で見えないんですよね。90年ですね。90年、うん、はいはい、バッチリ。はい、これ結構好きだったんですけどネルソン、うん、それネルソンよりも好きなスキットローのセバスチャン・バックっていう人がいまして、はいはいはい、まあまあまあ言っちゃスキットローの方がちょっと硬派、紅白がちょっとあの悪っぽい、悪っぽい、ね、方向ですよね。そうそう、うん、でも見た目は金髪のロン毛っていう感じ で、うんうんうん、で当時セバスチャン・バックがネルソンのことボルクスイットって本当めっちゃくちゃ言ってて、まあ要は見た目で売ってるわけじゃないんだけど、はい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 、比較されるわけですよ同じ子を出てきてるから、うんうんうん、で金髪の双子兄弟のネルソンとセバスチャン・バック、うん、多分一緒にされちゃったのか一緒に見られたのか一緒に住んだみたいな感じでもうめっちゃくちゃボルクス言ってて、それをいや俺、ね、ネルソン聞いちゃダメなのってかあで曲もなんか、まあ、こんな、ね、キャッチーな感じ、うんうん、まあ、スキットローもキャッチーなんだけど、うん、でもまあもうちょっとハードな感じですよね。あっちの方がね悪ぶれてるんだけど、うん、ネルソンはなんだろう、いい子に育ちましたみたいな感じ、うん、なんか王子様みたいなね、なんかそんな風に見えるじゃないですか、うんうんまあ、そうじゃないんですけど実は、うん、っていうね。ネルソン、俺ネルソン初めてかけたかな、かもしれない、うん、かもしれない、かもしれない。雨降ってたからアフターザレインを思いついただけで、うん、え、もういいの喋って。いかん、いかんいかん、次行こうか。もう雨特集ですからね。雨特集もう一曲だけ、はい、もう一曲だけ、この曲長いからちゃっちゃとかけようか。ちゃっちゃといきましょう。じゃあイントロだけでね多分 2,3 分あるんじゃないかな。ということで雨特集最後聞いていただきましょう。ガンズ&ローゼズでノーベーバレイン。佐藤敦のワイルドで行こう。スーパードライ世界でただ一つ、このビール、この辛口、世界をドキドキさせるザ・ジャパンブランド、アサヒスーパードライ。
長者町ダイニング、まず。佐藤敦史のワイルドで行こう。切られちゃった、ノーベンバーライン。まあ、とりあえずね、ギターソロまで行きましたからね。もっと長いの、うん、いや俺ね、これも91年のアルバムなんですけど、ダンス・アンド・ローゼズ、他にも好きな曲いっぱいあって、うん、ノーベンバー・レインの前の曲、はい、アルバムに入ってる、ね、はい、ダブル・トーキング・ジャイブっていう曲があって、これめっちゃかっこいいんですよ。ほんとかっこいい。このアルバム俺家にあったような気がすんな。あるっしょ、これ確かほとんど聴いてないけど、なんかあった気がする。2枚組で同時発売して、うんうん、そう総勢何十曲やねんっていうぐらい、だって1枚もアルバムで15、6曲入ってて、それ2枚同時発売したから、うんうん、30曲以上あって、あの「You Could Be Mine」とか有名だったじゃないですか、はい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 、が流行った「ターミネーター2」が流行った頃ね、うんうん、だけど、まあ、そのいらん曲もいっぱい詰めやがってみたいな 悪口も相当叩かれたけど、ね、あとこの頃ね、アクセル・ローズボーカルさんはライブ会場でCD 買うなって言って上向き散らしとったよね。いろいろ問題がございまして、問題発言も多い人で、ああ CD なんか買うなって言って、ライブに来いと。そういうことでもない、違う、なんかあの事務所でも揉めとったんですよ。ああそういうことね。まあいろんなことがありました。いやちょっと俺ダブルトーキングジャイブかけたいな。はい、最後に言っちゃいますか。じゃあね、今日はね、あとね、そのまた前の曲のね、うん、バックオフビッチっていう曲があるんだけど、はいはい、これもいい。聞きてえな、まあいい や, いやベラベラ喋っとるでいかんだったよね。まあでもあの今日エスケさん来てくれてるんで、せっかく僕の知らない世界にそろそろ行きますか。今日ね面白かったですね。たまたまですけどね、うん、持ってきたアルバムの中にレインつながりがね、1曲だけありましたよね。いいね、たまたまありましたよ。ここに来てね、雨だから今日はねつってレインでつっていう話だったよ、うん、で見たら あるじゃんつって思って、打ち合わせしてこいよって感じだよね、うん、来る前に何持ってくるか。でも一応今日昼ぐらいにちょうどやり取りしてるんですよ。そうノープランで行きましょうよ。行きますか。これね、うん、まあ、日本が代表するね、あのギタリストのチャーさんが所属していたりとか、まあ、チャーさんのバンドでしたね、ピンククラウドというね、はい、まあ、チャー好きだったらもうこれ知らないとやばいだろうっていうところだと思いますけどね。まあ、うん、まあ、僕は言うほど別にね熱烈なファンでもないんで、にわかなんで、はい、あれですけど、あのなかなか面白いアルバムだったんでね、あれですけど、基本ライブがあの詰め合わせになってるやつなんですけど、うん、あちこちでやった年代、曲もいっぱい入っとったね、うん、年代ごとのライブでいろいろ構成されてるあのベスト版みたいな感じでしたけど、そんなから雨にまつわる曲を、はい、そうですね、これインスト曲になります。はい、じゃあいきますか。ピンククラウドで、はい、ハーフレイン。いやこれ面白い、はい、ずっと一曲かけちゃった。やっぱりね、あの久しぶりにこれ聞きましたけど、やっぱライブで、うん、あの3人編成で、いやいやすごいですよ、ね、ベースとドラムだけ従えて、ね、やっぱすごいな、ここまで聞かすか、うん、あやっぱさすがだなという感じですね。でもこうなんか意外とチャーさんのイメージになかったというか、あですか、うんうん、こんな感じなんだ、こんな感じのもあるということですね、ね、うん、ハーフレイン、そうこの人のインスト曲って結構かっこいいのが多くて、うん、うんうん、かっこよかった。そうなんですよ。またじゃあ違うネタをね、またぜひ、はい、持ってきます。まだまだいいのあるんでね、うん、インスト曲今日はいっぱいあるでしょきっとね、はい、まだありますよ。またやりましょう、はい、さてお次は、お次はですね、これまたもうごめんなさいね、ここでもう私の雨つながりは打ち合わせしてませんから大丈夫ですよ。よくぞ、はい、よくぞレインというだけで今の曲ハーフレイン良かったんで、そうそう、またこれちょっともう明るい曲にちょっとしちゃおうかなと思ってですね、ほい、うん、まあブルースっていうとまたちょっと違うんですけど、はい、僕好きなアーティストでね、ベン・ハーパーさん、はい、なんですけどね、まあなかなか
音楽的なその何ですかね、あの懐の非常に深いミュージシャンですね彼は、うんうん、でちょっとやっぱりブルースのやっぱり要素とかやっぱりルーツミュージックをものすごく大事にしてるっていうのがよく伝わる人ですね。あ、人、うん、でその中でもまあそれの色がねちょっと特に濃いような雰囲気で、明るいアップテンポの曲をちょっとねご紹介したいと思います。いやアルバムの8曲目っていうだけで今日はつながりバッチリです。そうですよ、これちなみにハーフレームこれ8曲目でしたから ね、 これね今続くね、うん、じゃあ行きましょうか、行きましょうか。じゃあベン・ハーパーで、Tweet on me。 フルでかけちゃいましたこれも、うん、まあてな感じです。はい、うん、なかなかねこの曲が入ってるアルバムが素晴らしくてですね、8曲目以外も、うん、非常に、いいアルバムですね。何ちゅうアルバムだった、今回でも来た、なんてやつだったっけな、割と新しめのやつなんですけどね。よいしょ、これね、ライフラインっていうアルバムですね。あ、これがアルバム名、うん、6人組なんだ。そうです、この真ん中の人がベン・ハーパーですね。なかなかね、あの素晴らしいミュージシャンが勢ぞろい、勢ぞろいです、ここは。そう、もうこれかっこいいじゃんこれ。これね、ミキシングルームのこのね、うん、ってことですよ。あと1曲しか書けないっす。ね、本当はまだね用意はしてあるんですけれども、まあしょうがない。ベラベラ蜂の話なんか知っとるじゃない。いやいや、今日はもう蜂がいっぱいでいいじゃないですか。8曲目だらけですよ今日、ね、最後に蜂の話しますか。そう、聞いて喜んでる人おるのかね。いや蜂の話面白くないですか。面白いですか、うん、ダメかな。ジャックハニーってあるじゃん、ジャックダニエルの、うんうん、ジャックハニー、はいね、はい、一緒にお付けしてるやつですね。そう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 、うん、ジャックダニエルくださいと、あ、ジャックダニエルあげますからね、うんうん、くださいって言ってくださいね、欲しい人。ああ、そう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 、蜂蜜もつけようかも、ね、ダメかな。まあいいんじゃないですかね。あ、それいいかもしれない。今までアサヒビールさんにジャックダニエルお預かりしてますとか言ってたけど、もういいっしょ。蜂蜜ご希望の方は その旨添えていただければ、蜂蜜のちっちゃい小瓶を、ね、俺が瓶詰めしてる蜂蜜の小瓶をお付けしますよ。いやいや、もう手作りですからねこれね。そうそう、高いですよ、うんうん、実際、うん、長者町の人にヤスリするなって言われて最初、うん、ね、こんなちっちゃい 38g、 蜜蜂だから 38g までしか入ってない、こんなちっちゃい小瓶を500円で売ってるんです。あ、まあまあだけど実際それぐらいねしますよ、実際しますよ買うと、うんうん。この間ね、あのファズ CM かけてるファズの店長にですね、スミツ絞る前、うんうんうん、あれを一つ売ってくれって、へえ、おいおいおいって言って、あれをだからお客さんの前でザクザク食ってきて、クラッカーとかに乗せて食べるみたいな。なるほどね、うまいっすよ。そんなことやってくれる店いない、ない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 、確かに行かなくちゃいかんですねこれね。そんなにしょっちゅうないか、ないない。でもこの間、まあ、横浜行った時に時間なくなっちゃうね、横浜行ったんだけど、たまたまはちみつさんがあって、はいはい、まあ、気になるか夜じゃないですか、うんうん、スミツが売ってて3万ぐらいした、ね、いた1万、うわこれ3万で売れるなと思って、まあ、ちょっとまた間違えない、終わりましょう。最後何かけますか。ね、もうジジトップです、もうどぎついやつで終わりましょう今日は。はい、何ていう曲ですか。ヴィンセント・プライス・ブルースを聞きながら、はい、今日はお別れしたいと思います。はい、じゃあもう締めちゃっていいですか。はい、じゃあ今日はお開きということで、じゃいいですかね。はい、ごきげんよう。じゃあ佐藤篤のワイルドでいこう。